こんばんは。こんばんは。めちゃめちゃギリギリですみませんが、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。いや、今日は3月もね、始まったということで、きよちゃん、あ、これおまんじゅう？これなんだろう。ありがとう。桃かな？桃？ありがとう。かつやさんも桃。ありがとう。桃だ。こんばんは。そう。なのでね、長めの時間配信しようかなって気持ちはあったんですけど、ちょっといろいろあって。遅くなりました。こんばんは。桃のせいか、あ、おまんじゅうなのかな。こんばんは。桃まんじゅうらしいよ。桃まんじゅうってさ、リアルにもある？こんばんは。西にょさん、コンペイトありがとう。ひでぞうさん、パフェ？パフェ？ありがとう。これパフェ？パフェとかあんの？ひさおさん、ひしもちありがとう。わからさん、コンペイトありがとう。パフェだ。いいな。のぞみさん、ももまんじゅうありがとう。桃まんじゅう。ゲスト R さん、桃まんじゅう。口回ってない。ありがとう。メガセブンさんも、桃まんじゅう。ありがとう。オメガセブンさん、ひしもち。ありがとう。桃まんじゅう。本物あるんだ。ユネピーさん、ハート。ありがとう。本物おまんじゅうでございます。みやびさん、コンペイトありがとう。ひさおさん、肉まんありがとう。はい、ありがとうございます。こんばんは。桃の味、あ、私桃好きなんですよ。ゼリーとか、あと普通にそのままいただく桃も好きだし、ケーキとかで桃が出てても好きだし、食べたくなってきました。なんかさ、31でもさ、桃のフレーバー出ます？なんか見た気がするんだけど、あれは夢じゃなければあると思う。夢の中で見たんじゃなければ。藤江さん、桃まんじゅうありがとう。ヒルマンさん、コンペイトありがとう。今日全然メイクしてないので、めちゃめちゃ顔が薄くて申し訳ない。桃の缶詰いいね。みんな早く元気になってほしい。あ、でもね、結構みんななんか元気完璧っていう感じではないと思うけど、なんか熱はもう下がったりとか、咳込むのとかが減ってきたりとかっていう感じで、割とみんなと連絡取れてるので、元気な状態でまたみんなと会えると思います。しのぶんさんも、パフェありがとう。こんばんは。私はなんか年始に全然このコロナと関係ない状態ですごい体調崩してて、それ以外は大丈夫か。
さおさん、ももまんじゅう、ありがとう。南風さん、音符、ありがとう。こんばんは。そうそう、なんか関係ないところで結構体調崩してるんですけど、そう、人によるプラス症状出たのが早かったメンバーはやっぱりそろそろ割と回復してきてるし、症状出るのが遅かったメンバーは今辛そうだしっていう感じが、だから私もわからないです。しのぶんさん、だるまさん、ありがとう。ひさおさん、お手紙ありがとう。かずちゃまさん、だるまさんとハート、ありがとう。でもわかる、なんかさ、その完璧元気最高みたいな時ってあんまりないから体調いいって言われるとまあ悪くはないかなみたいな感じになっちゃうけど、そうだね。しのぶんさん、流れ星、ありがとう。体も丈夫だけど結構気持ちがやられてたりとか、みんな多分ね、でもそれが大きいと思うんだよね。まあシンプルにその体調を崩しやすい時期っていうのももちろんそうだけど、それにプラスして気持ち的になんかやられてっていうのは全然あると思う。どんちゃん、コンペイト、ありがとう。こんばんは。やる気元気最近はねそんなことないかなこんばんは。こんばんは。そうだね。くらさん、ももまんじゅう、ありがとう。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。あ、顎はだいぶ良くなりました。こんばんは。でもなんかその一生、基本一生をその顎関節症なんですけど、それってなんか完治するってことは ないんですよ。だからなんか調子がいいかちょっと調子悪いかみたいな感じかな。マイルド SS さん、レインボースター、ありがとう。そうだね。まあでも緊張とかから来るそのストレスだったりとか、いろいろ考えすぎてとか、そういうのかなっていう感じですね。うん、そう、私はね完全に最初は楽器が原因でなって、そのまま完治はせずって感じかな。しのぶんさん、ゲームハート、ありがとう。そうなんですよ、サックスとクラリネットやってる人はめちゃめちゃなりやすいみたいですね。やっぱこう負担をすごいかけてるので。そうそうそう、全然さ、そのトランペットとか吹くのとさ、そのサックスとか吹くのって口の形が違うから。カズトーさん、コンペイト、ありがとう。こんばんは。そうかもしれない。あとはでもなんかスマホの見すぎは言われましたそうだね、なんかスマホとか見るときにこうやって見ちゃうじゃん、どうしても。そうするとこう首もそうだし顎にもすごい負担がかかってすごい良くないらしいけど、でもどうしたってスマホを見るので、なるべくこうあんまこうじゃなくてちょっとこう見るように。そう、バカラさん、ハートありがとうございます。私もう十何時間とか毎日見てるからそうだね、あ、完全にそうだと思うね。
あとまあ適当に会社員みたいな体でお話ししてたんだけど、まあ、デスクワークとかもありますもんねみたいに言われて、そうなんですよね適当に言っちゃったそうデスクワークなんてしたことないけど、そう私はなんか SNS1 個投稿するのに何時間もかかるので、それだけでずっと見てますね。うん、そう目も疲れますけどもう仕方ないので。こんばんは。私だから普通の会社員だったら SNS 多分一切やってなかったと思うからうん、全然違う人生だったと思いますね普通に。うん、こんばんは。 SNS って難しいよね。私は基本的に自分のことを知らない人と喋るときは今日は何の人って決めてお話ししてる。適当に話をつなげてます。いやなんか5時とかの問題じゃなくて、なんか私はこういうつもりで言ってるけど捉え方は人それぞれだよなとか思ったり、あとなんかポンって思ったことをさって伝えられないタイプなので、ツイッター本当向いてなくてそうずっとツイッター向いてないんですけど、でもやっぱ見てくれるみんながいるから、クラさんコンペイトありがとう。うん、思ったことをさパッて人に伝えるのが苦手ですね。こんばんは。うん、髪伸びた。そう美容院行けてないからね。うん、しなんか揚げ足取りみたいな人ってめちゃくちゃいるからなんかちょっと言ったことでああやって言ってたからこうなんじゃないかみたいな、全くそんなつもりないのになっていうことが何度も何度も行われているので全然ツイートしなくなっちゃうかわいい。あとはまあそうですね、仕方ない、仕方ないですもう何でもいいですこんばんは。そうそう、こんばんは。でも今の時代すごく大事なし、それ SNS があるからこそ皆さんが見つけてくれたり、こうやってなかなか会えない時でもつながることができるからすごい大事なツールだなと思うんですけど、私は現代にはあんまり向いてないなっていう感じですね。はい、こんばんは。3月はショールームどこまで続けるかすごい悩んでるんですけど、クラさんしもちありがとう。まあ状況に応じて変えていこうと思うので、全然優しくないですうん、忙しいかどうかは分からんね。延期されたさライブとかがどこに入るか分からないのでどうでしょうかね。それではそろそろランキングを読んで終わりたいと思います。いやというかなんかそうなんですよ
では13位コさん、12位ヒーヤンさん、11位ヒデゾウさん、10位アサギさん、9位タカヒロちゃん、8位ラブさん、7位隠れファンさん、6位オメガセブンさん、5位ドンちゃん、4位マイルド SS さん、ありがとうございます。そして3位がシノブンさん、ありがとうございます。2位がヒルマンさん、ありがとうございます。そして1位がドドドドドドン藤江さんでした。ありがとうございました。皆様ありがとうございました。今日はめちゃくちゃギリギリに配信してしまいましたが、来てくださってありがとうございました。ちょっとね、なかなか楽しい話ができないので、なんかこう楽しい話をみんなとできるように何かしら考えて明日から配信しようと思いますので、よろしくお願いします。改めて3月もよろしくお願いします。3月ということでね、不安でいっぱいの毎日ですがね、いろんな意味で。ではありがとうございました。